今回はゴルファーを悩ませるフライヤーについて説明をしたいと思います。このようにラフに入った場合、ボールとクラブフェースの間にどうしても芝が入ってしまい、このクラブフェースについている溝の効果が薄くなり、スピンがかからなくなってしまう現象のことを フライヤーと言います。スピンがかからないので、えー、ボールが落ちた後、えー、ランが多く出てしまい、オーバーすることが多いので、とても厄介な現象です。フェアウェイのように短く刈り込んであるところでは、ボールとフェース面が直接当たりますが、どうしてもこれだけ深いラフになってくると、 ボールとクラブの間に芝が入ってしまうことは避けられません。では実際に、えー、フェアウェイと、えー、フライヤーしてしまったこのラフでボールの転がりにどのように差が出るか、えー、検証をしてみたいと思います。 でしたかえー、ボールの止ままりり方ずいぶん差がありましたね、えー、フライヤーがかかりそうな場所ではランが多く出るので、えー、普段52度で打つところを56度一晩手下げたクラブ選択をするようにして、えー、オーバーを防いでいきましょう。